こんにちは。すごいべ。まだスペアリブ作りますよ。ね、スペアリブの動画いっぱい出してますけど、今日は大量に作りますよ。ね、珍しく予約入ってね、10人。スペアリブね。でね。何来たかというと、キティちゃんのトイレとペーパーを送られてきましたよ。これキティちゃんのトイレとペーパー、東京のね、名前しゃべっているがね、河野さんってね、スーパーで行ってきゃこれ見つけたんだって。マスターソーグネバってね、多分さ、トイレとペーパーより送料の方高いよこれね。キティちゃんのものみですぐ、あ、青森のマスターさって思ってきる気持ちがな、ありがてえよな。なあ、まあ、さあ、わざわざのうこふげないけながらね、お尻ね、ありがとうですね。キティちゃんのトイレ、大量のスペアリブを炒めていきますね。深いのからね、多分でさ、30本40本くらいあるんじゃないかな。あ、香ばしい匂いがつきましたよ。焼き目をつけるとね、お肉の香ばしさがね、出てくるんですね。うん、最後焼けましたよ、ね、こういう感じでね、こう格子状に入れていきますね。でね、こうで、お肉の焼けた香ばしい匂いがしますね。でね、こう入れますね。ね、約50本ほど入ってました。50本ね、お肉を炒めたフライパンの油がいっぱいありますね。これでね、玉ねぎ炒めますね。玉ねぎ。ちょっと大きめにね。玉ねぎはね、形なくなるまで煮るので、うん、別に大きくてもちっちゃくてもね。一旦この油ね、白くね、ラードになるので、ね、後でね、取り除くんですよ。どうせブラック胡椒ですね、たっぷり入れます。塩ですね。これにね、オレンジママレードね、入れますね。結構たっぷり入れますね。
これね、めんどくさくねばね、愛の缶詰はさ、ミキサーでこう細かくしたりさして、あのパインサイテルジュースあるべ、ジュース缶詰のつゆね、あれと一緒にさ、パインバサミキサーでやってさ、それやっても美味しいよ。まあ俺はなんでオレンジママレード使うかって言うと、オレンジママレードの方が好きだからですね。いいね、ほら醤油っこ、まあなんだね、味はさ、豚の角煮さに出るな、俺のだね、いつもながら秋田の味道楽の里ね、今日ね、味道楽の里ない人は麺つゆです、麺つゆ、麺つゆ、あとは森の人ならあれ発泡汁、これでもいいですよ。これは味道楽ね、の里ね、ガモガモさんを送ってくれてるのでね、でもう一回煮ますね。肉入れたら寸胴にね、全部上からね、揚げますね。でね、これね、ちょうどこう肉がかぐれるまでこうね、してあとはひたすら煮ます。よいしょ。もう今の時期になると厨房はね暑いです、もう汗かきますね。夏はピザなんか作りたくないですね。オーブンでやればストーブ1個炊いてるようなもんだからね、できるだけ夏はピザを頼まないようにしましょう。まあいいけどな。あと煮ますね、これね、これクツクツ煮えてますよ。もう少し煮たらね、あと火を止めてね、蓋しといて明日ですね。まずね、お食事の予約もいっぱいあるの、こういう時期にありがたいですね。今日はね、リクエストがあったので鴨サラダですね、これね、鴨サラダ、これはね、スモークの鴨です、スモークの鴨ね、美味しいんだこのスモークね。これはね、普段でもありますからね。こっちはね、この黒胡椒で固めたやつね、この鴨ね、これね、お酒には最高なんですね。今日はね、バイク乗りだから、やろうどもいっぱい来ましたよ。まあ、どう見てもあのコロナがよけて通るような親父たちですね、集団ね、すごいですね。みんな大体私に年近い人ね。ごめんね、こうこれこれ、うん、鴨は世界一美味しいね。コスピね、最初ここまで、はい、はい、まずいんだっけか、うん、はい、まず鴨サラダですね。私もね、久々にこうやってお料理作ってますね。やっぱりね、いいね。まあコロナもろともせずね、いいね、ああいう親父たちはね。
出しますね。もうね、今日はね、芋焼酎とかね、カウンターにいっぱい並べて杉田に飲んでくれと、そういう感じですね。ね、これね、ひき肉と玉ねぎ炒めでちょっとこう甘くこう味付けしたやつね、ひき肉ね。うちのね、ばあさんがね、これ得意でね、よく作ってくれたもんだ。それ以来ね、俺はオムレツの中にはね、あそこのね、ひき肉と玉ねぎをね、炒めだのをね、入れるの。ね。で、サチサチさんが食べるときは、玉ねぎ入れません。ね。いいね。と、チーズ入れるの忘れましたね。チーズですね。チーズね。このチーズ。こっちのカスがね、ちょっと強いんだ。なんでね、先にできんないですな。ね。先に弱くするんだけど、ちょっとなぜか強いんだよな。完全に1枚焼きましたね。ね。ね、これさ、いっぱい作った時ってさ、一気に同時に物が出来上がるとね、それが大変だね。あ、今日ま、生地ふかふかですね。あ、オムレツ焦げてしまうね、てれがね。まあ焦げでもいいんだ、うちのオムレツは。若干いつもわざと焦がすんだ。まあさ、自分の好みで作るところでさ、卵焼きもんだけど、少しさ、お焦げ入ったお酢いらないの。オムレツはそうはいかねえんだべけど、オムレツもほらさ、多少焦げ出る方が好きだ。卵焦げだとこ美味しいっきゃね。うん。まあ、あまり焦がせばな、甘いねけど。適度なお焦げはさ、香ばしくていいと思うんだ。オムレツはね、いいよ。あ、適当なお焦げでいいですね。あ、いい感じですね。いい感じのお焦げですね。はい、よし。これ、これもこれ。これ、いい感じのお焦げ。よし。これをね。いいよ。こう半分ね。これ。このくらいのお焦げ。ね。よし。OK ですね。だからね。これね。ね、ミキサーにして、よっ、よし、まあ、それ、そこ、こういう感じね、ここに、これもう一つだ、一つね、ね、真ん中左右平行。トントントンってからよっ、こういう感じね。これただね、こういうねソース、これね、うちで作ってるハヤシライスのソース、ホットこのほら冬はレタドコサいっぱいこう入れてやればいいね。
ドライパセリとね、でね、これ卵12個ですね。2、3、4、5、6ポポン、うん、2、3、4、5、6、7、8、9。あと大きいのに何だかな。よし、9本を焼きます。やったやつ。よし、5、6、7、はず。ちょっと大きさにばらつきがありますが、しょうがないね。これそういう感じで全部出しました。あのはね、これねちょっと送りたい人いるので冷凍して送りますね。そういうことで久々のお料理てんやわんやでした。いいね、飲み屋このにぎやかたつのはね。そういうわけでね、そういうわけで本当にね、今日はね、久々に飲み屋だけんた熟女も汗だく、ね、今日は働いた。やっぱり飲み屋混んでればね、早くね世の中平和になりますように。やっぱりの、9匹もありがでし、ありがでんだけど、確かに助かんだけども、こうやってのみんな来てきてのね、俺も忙しい思いして、こうやってねやっぱり収入あるのが一番ねいいね。やっぱりさ、給付金もらったりそういうんだけだばさ、この先どうなるんだべっていうの、こうメンタルがやられるんだよな。こうやってみんな来てきてさ、お酒出して料理作ってて、汗かいてて、えば、賑やかでいいなって、こう精神的にいいんだよな。うん、これでもうあんかなってな、そういうことだよな。うん、まずの一つ間、まだの今はの皆さん来てけへっては言えねえんだけども、もうあんかの収まったらの、一つみんなのピザでも食いにしてければの。今日バイク親父たち久々にね盛り上がって楽しかった。